はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は職場であったヤバい人参戦ということでですね、お話しさせてもらおうと思います。はい、僕は現在37歳で、今までこうたくさんの、仕事をしてきました。まあ、正社員だったり派遣だったり、アルバイト、パート、日雇いみたいな感じですね。まあ、その中で、まあ、出会ったヤバい人、まあ、参戦ということで今日はですね、お話しさせてもらおうと思います。で、まあ、これから、まあ、社会人になる方とかですね、今3月ですので、いらっしゃると思うので、まあ、少しでもこう参考になればと思いますし、まあ、今仕事頑張っている方ですね、の参考にも、まあ、なんか少しでもこうなってもらえたら嬉しいなというふうに思います。まあ、前提としてはほとんどの人は皆さんいい方なんですけども、まあ、たまにですね、そういったヤバい人もいますよってことなんで、今日はですね、そういったお話聞いていただければというふうに思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、それではいきたいと思います。まず一人目なんですけども、こちらです。発狂女ってことでですね、これはですね、僕が25、6歳ぐらいの時だったと思うんですけども、東京都江東区に夢の島というところがあります。そこにライブの後の撤去作業の日雇いに行った時のお話です。で、これはですね、まずライブが終わった後なので、だいたい夜の9時か10時ぐらいにこの日雇いは集合するんですよ。で、日雇いの方ね、50人が確かいましたね。そこで確か白い帽子をですね渡されて、皆さんこう被ってました、帽子をね。で、その白い帽子っていうのが、まあ、日雇いってことをですね、区別するためだと思うんですけども、そこでまあおのおのその現場にこう行くわけですよね。で、はい、いろんな現場があって、まあ骨組みを解体するところとか、あとはケーブルとかですね、まあ、ケーブルとかを、まあ撤去する現場とかあったんですよね。で、僕はそのケーブルのですね撤去のところにいた時なんですけども、そのケーブルが結構太いんですよ。で、その太いケーブルを女性の職人さんがこう撤去したんですよね。そこで、まあ、僕と同じ日雇いの人が、まあ、その女性の職人さんの近くで、まあ、仕事をしていて、まあ、そのちょっと動きがね遅かったと思うんですよ。でも動きは遅いって言っても、僕たち日雇いなんで、そんな、まあ、すぐにこう順応できないわけですよ。で、その女性の職人さんがその同じ日雇いの人にめちゃくちゃ怒ったんですよ。まあ、めちゃくちゃブチギレてまして、まあ、もうブチギレてるっていうか、もうね、発狂したんですよ。もう僕は今37歳ですけども、リアルでこんなに発狂してる人を見たことはないです。まあリアルというか、まあ映画とかそういうのドラマとかでもないですかね。めちゃくちゃ怒ってましたね。何がそんな怒ることあんのかなと思うぐらい、もう発狂してました。で、これ僕が怒られたわけじゃないんですよ。なんですけども、未だに覚えてるわけですよ。だから、僕と同じ日雇いの人は、相当トラウマになったと思いますよ。いや、あれはね、すごかったです。そして、まあ、違う現場、まあ、骨組みをですね、まあ、解体しているようなところで、まあ、そこでは今度、男性の職人さんが、僕たちと同じ日雇いの人を蹴ってました。暴力やめろよと思いましたよね、本当に。だから、なんですかね、多分これ僕の予想ですけども、その50人ぐらいいた日雇い全員朝までちゃんといたかどうかはね、分かんないですよ。多分ばっくれてもバレなかったですね、あの現場は。うん、なんかその周りでその僕たちを見張ってる人とか確かいなかったと思うんで、多分ばっくれてもバレなかったと思います。まあ、そして僕はまあ普通にこう朝までいたんですけども、こう朝日が昇ってくるわけですよ。もうそれ見ながら、こう終わったと思って、はあ、もう会わなくていいんだと思うわけですよね。まあ日雇いってそこはいいですよね。どんだけこう嫌な人がいても、この一回限りってのがあるので、ここはすごくいいなと思います。でね、本当にこう仕事が終わった後の解放感と安堵感、すごかったですね。本当に未だに覚えてる思い出でした。まあお一人目は発狂女でした。で、二人目はこちらです。はい。で、暴力男ということで、これは僕が、30歳ぐらいの時ですかね。配送業の仕事をしてたことがありました。そこで、まあ、僕はその時パートだったんですけども、
その暴力男の人は僕の上司の方だったんですよね。はい。で、僕はその方とは普通にお仕事をさせてもらいました。で、ある時パートでですね、もう一人若い社員さんが入ってきました。その人は今はパートなんですけども、これからこう社員になろうとですね、してる方だったんですよ。その人はかなり若くて、ちょっとこう生意気な感じなんですよね。でも仕事はできるみたいな感じなんですよ。で、タバコも吸う人でして、で、一緒にね、仕事とかもしたんですけども、僕はね、あんまりその人も好きじゃなかったんですよ。で、ある時、その若いパートさんが、仕分けの倉庫内っていうのは、多分どこもタバコ吸っちゃいけないんですよね、確か。なんですけども、その若いパートさんは、タバコを吸ってたみたいで、そのですね、タバコを吸ってたっていうのが、上司にですね、ちょっとバレたみたいなんですよ。で、その上司の方が、こうある時ね、こう僕もその一緒にこう僕とその若い人とあともう一人いたんですけども、仕分けをしてる時にこう上司の人がこうつかつかつかと歩いてきて、その若いパートさんに、お前なんかタバコ捨てたのバレたらしいなみたいな感じで、そんな怒ってる感じもなく、こう普通にこう話してきたんですね、そのパートさんに。でそのパートさんは、いやそうなんですよ、ちょっとバレちゃいましたよみたいな感じで返したんですよ。で僕としてはその後上司の人はお前さ、ちょっと気をつけろよみたいな感じで言うのかなと思いきや、急にその上司がその若いパートの胸からガンって掴んで、そのままこうですね、歩いてガーって行きながらこう殴ってたんですよいきなり殴り出して、ずっと殴ったわけじゃないんですけども、殴り出して、お前俺のこと舐めてんだろみたいな感じで急になんかブチ切れ出して、若い人もいや そんなことないっすみたいな感じでなってて、もう僕とそのもう一人の人は固まっちゃってましたね。それで若い人その後解放されて、僕たちの元にこう青ざめた顔で戻ってきたんですよね。で、僕はちょっとね、その人とあんま仲良くなかったんでもういい気味だと思いましたよね。ちょっと性格ね、僕は悪いんですけどもちょっと調子乗るからだよと思いましたよね。でも暴力は良くないですよね。ですし、やっぱりその怒りポイントがね、分かんない人って怖いんですよ、本当に。その元上司は遅刻してきた、その若い社員さんにも普通に頭をねペシーン叩いてましたからね。その人はもうザ・体育会系だったんですよね。なんですけどね、やっぱ暴力は良くないですよね。見てるこっちもねやっぱ怖いですしね、やっぱり。僕はたまたまその方とは、うまくやれてたんでよかったんですけども、でもね、なんかね、それを見ちゃうと僕もすごくね、こう萎縮しちゃって、怖いなと思ったんですけども、ある時その上司は異動になったんですよね。なんで、よかったなというふうに思いました。はい。そして最後、3人目はこちらです。地雷男。ね。ほんと地雷男。怖いですね。これも、さっきのね、暴力男とちょっと似てるところはあるんですけども、これは僕が、介護の仕事をしてた時の話です。33歳ぐらいからですかね。はい。その方はね、僕の上司だったんですよ。で、めちゃくちゃ仕事ができて、すごくね、手際も良くて、早いんですよね、仕事もね。で、普段は、もう全然こう、にこやかな感じで、いい人なんですよ。で、すごくね、こう、僕がこう、ちょっとこう、仕事で落ち込んでたりすると、すごくね、気遣ってくれて、連絡くれたりする方なんですよね。すごいいい方なんですよ。なんですけども、その方のですね、機嫌が、コロコロ変わるんですよ。はい。で、もう地雷ポイントもよくわかんないんですよ。で、特徴があって、もうその機嫌が悪いのが、こう目に出るんですよ。で、目を見たら、その人が機嫌が悪いのがすぐわかるんですよ。やっぱりこう、目は口ほどに物を言うっていうのはありますけど、本当その通りだなと思って、で、例えば、今日はすごくね、機嫌良かったけど、次の日朝行ってみたらめちゃくちゃ機嫌悪いみたいな、あったりとか、あとはその一日のうちでも、機嫌がいい時間とか機嫌が悪い時間とかあったりして、もうね、よくわかんないんですよ。本当にね、コロ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 変わる人だったですね。あと、もうその職場にですね、僕をいじめてくるおばさんもいまして、その、ダブルパンチでですね、僕は適応障害になりまして、会社をですね、辞めました。はい。まとめなんですけども、僕はですね、やっぱり一番仕事をしていて、こういう人苦手だなっていうのは、機嫌がコロコロ変わる人なんですよ。それが一番僕はね、苦手です。もちろん、機嫌がコロコロ変わる人に対しても、
同じ自分で入れる人はね、いますね。あの強い人はいるんですよ、ちゃんと。うん、ただ僕の場合は、まあ、機嫌がコロコロ変わる人に僕がね依存しちゃうんですよ、そっちに。だからその人が機嫌がいいと僕も嬉しい、その人は機嫌が悪いと僕もそわそわする、ちょっと怖いみたいな、なんか不安になるみたいな感じで、いつもねその人の顔色を伺うようになっちゃうんですよ。うん、でもその介護の職場ではその顔色を伺わないで、もう自分は自分、もう仕事をしに来てるんだからっていう素晴らしい人がいたんですね。もうその人はね、こう女性の人でしたけども、本当にかっこよかったですね。うん、素敵な人でした。もうね、そういう人に僕もなりたいと思うんですけどね、なれませんでした。で、そうやってあのその機嫌が悪い人に自分がどんどんこう合わせていっちゃうと、本当ね、さっきも言いましたけども、自分がね依存しちゃうんですよね。そうするとこう、まあ、自分が自分でなくなるというか、会社に行くのもすごくね辛くなっちゃうんですよね。うん、まあ、それをね、これから僕も克服していければと思うんですけども、今はその適応障害も全然ありませんし、今僕が働いているもう職場の方たちは皆さん本当にいい方なので、すごくね仕事しやすいんですよ。だから今はすごく、ね、あの快適にお仕事をさせてもらってます。ということで、今日は職場であったヤバい人参戦ということでお話しさせてもらいました。なんかこう少しでも参考になってもらえば嬉しいなと思います。そしてこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。機嫌が、今日は職場で会った人、骨組みをですね、まあ、解体する ところと。ということで、まあ、2人目はね、暴力男っていう方。まあ、まあ、ということで、2人目で、ね。それを、まあ、これから僕も克服していける。ということで、今日は、職場で、会ったやばい人。あの、この動画がいいなと思っていただけましたら、はい。はい。そして、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そして、この動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録と